パッド・マルティーノはアメリカ合衆国のジャズギタリスト作曲家である。ジャズの中でも特にポストバップ、フュージョン、メインストリームジャズ、ソウルジャズ、ハードバップ等のジャンルで活動している。マルティーノは1944年にパッド・アッツァーラとしてアメリカ合衆国ペンシルベニア州フィラデルフィアに生まれ、父の影響で音楽に興味を持ち、12歳でギターを始め、 15歳からプロとして活動を始めた。初期の活動やレコーディングには、ウィリス・ジャクソンやエリック・クロス、他多くのジャズ・オルガン奏者との共演がある。マルティーノは1976年に、濃度上脈奇形による致命的な濃度脈瘤で倒れ、1980年に手術を受けた結果、ギターとこれまでの音楽的キャリアの記憶をなくしてしまった。その後、 親族の支えやコンピュータによる補助、さらには彼自身のこれまでのレコーディングを聴くことで以前の記憶を回復することができたと語っている。その後、インタビューで記憶が回復する経緯の真相を語っている。1987年にレコーディングされたアルバムバックインニューヨークライブアット a ァ t トチューズデイズでマルティーノは活動を再開。2004年には ダウンビート氏のギタープレイヤーオブザイヤーを獲得2007年にはワールドツアーを実施した。マルティーノの即興理論であるマイナーコンバージョンはマイナー調の曲のためだけのものと間違われることがある。実際にマイナーコードやスケールが関係するコード進行の概念が含まれているものの理論上正しいかどうかで特定の音を正当化するのではなくより フレットボードの構成に基づいて考えられた理論である。実際、彼のソロにはコード進行上で考えられる特定のアムナナの和音以外の音が含まれており、それらは彼の本や教材ビデオの中でも確認できる。音楽を作成するために使用するというよりむしろ彼の演奏を説明するための方法としてシステムを理論として定式化したと彼の掲示板では述べられている。 また、マルティーノは次のようにも語っている。私がレコーディングしたソロの分析の中で、モード奏法を適用していると言われることがあるが、個人的には、そのようには決して演奏しない。私は、形式的なスケールを使うのではなく、いつも自分の旋律の本能に従って演奏してきた。ありがとうございます。